思い色と色の名前がついているのかといいますと、繁殖期と呼ばれる時期だけ針の色が白からピンク色に変わることから思い色ペリカンと名付けられました。さあ、それではまたこちらの方へ飛んできてもらいましょう。その頃の大きな桃色ペリカン、体長約160センチ、翼を広げるとなんと280センチにもなるんです。体重は5キロから10キロほどあり、ペリカンの中でも比較的体の大きな種類のペリカンたちなんです。さあ、また向こうのスタッフの合図に合わせて熱いスイート泳ぎ始めましたが、どうでしょうか。このペリカンたちは飛んだ後に私たちスタッフからご褒美をもらっています。一体何をあげているのかといいますと、魚です。魚の種類は2種類、アジとイカもあげています。この2種類の魚を今の時期ですと大体2キロほど、この山のペリカンでペロリと食べてしまうんです。さあ、それでは向こうでご褒美食べたところで、またこちらへ戻ってきてもらいましょう。さあ、山は仲良く泳いでいますが、ようやく先頭から1番2番と飛んできてくれました。ペリカンフライト、やっぱり一番の見どころといえばこのペリカンたちが飛んでいる姿なんですが、他にも注目していただきたいポイントがたくさんあります。まず1回、ペリカンたち飛ぶ前になると翼を広げ浮かせて勢いをつけて飛んでいます。さあ、ペリカンたちが翼を少しずつ横に浮かせ始めますので、さあ、これが飛ぶ準備ができた合図になります。2つ目のポイントは着水の順番です。息をつけて飛んだ後には上手に足をブレーキのように使って着水をつけるです。お近くに来た際にはこの細かな容器と足の使い方にぜひお喜びしてください。さあ、頭に入れた向こうへ飛ぶことができました。それでは向こうでご褒美食べたら、またこちらへ乗せてもらいましょう。方向を変えてスイスイと泳ぎ始めましたが、どうでしょうか。さあ、どのペリカンから飛んできてくれるでしょうか。今ペリカンたちは私たちのベルの音と手の動きの合図に合わせて飛んでいます。この合図の前に飛んでしまったり、その場にとどまったり、またまた泳いで到着してしまったりすると、ご褒美の魚はあげることができません。しっかりと合図の後に飛んだペリカンにだけご褒美の魚をあげています。さあ、残りの3羽のペリカンはもうこちらへ泳いで到着してしまいそうですが、さあ、ちょっと短い距離ではありますが、なんとか残りの2羽はこちらへ飛んできました。さあ、ですが1羽のペリカンはサボってしまったので、ご褒美あげることはできません。さあ、次こそバッチリ向こうへ飛んでいってもらいましょう。さあ、またペリカンといえばこの大きなくちばし、とっても特徴的ですよね。このくちばしの下には喉袋と呼ばれる、魚を捕まえるときにとっても役立つ袋がついています。実はこの喉袋、とってもペリカンたちの体重と同じ重さの水の量があの喉袋には入ると言われています。先ほどもご紹介した通り、ペリカンたちの体重5キロから10キロほどありますので、体の大きな重いのペリカンになりますと牛乳パック10本分もの水が入るんです。そう考えると喉袋とても必要になりますよね。ペリカンたちが勢いの中にくちばしを入れている時の中に飲みている方がありますので、そちらもぜひこの後観察してみてください。すいませんでした。それではまたペ
時間的にはこちらへ戻ってきてほしいところですが、どうでしょう。サンセットの方から1番目が飛んできました。さあ皆さん、ピリカンたちの足元にご注目ください。サンクエル着水も決まりました。さあそれではこちらに4羽のピリカンが揃ったところで、今からがラスト1往復となります。こちらから向こうへ飛んで、向こうからこちらに戻ってくることができましたら、ピリカンフライトは終了です。最後の1往復、かっこよく決めてくれますよ。皆様もピリカンたち応援してあげてください。覚悟のサフの合図に合わせて足ずと呼び始めましたが、よいしょ。早く1羽が飛んで、残りの3羽も合わせましょう。おっと、なかなか飛ぶ気配がありません。実はですね、ペリカンたち何回も飛んでいると、だんだんお腹がいっぱいになってきて、集中力が切れてしまいます。さあもうご覧の通り、最初に比べるとどんどん泳ぐ距離が伸びてきているかと思うんですが、さあようやく半分ほど泳いだところで、なんとか残りの2羽が飛んでいきました。さあ、それでは向こうで最後のご褒美もらったら、ラスト直線頑張ってもらいましょう。さあ、4羽中1羽、もう早々に U ターンし始めてしまいましたが、お腹がいっぱいでやる気がなくなってしまったのでしょうか。最後の最後、さあ、かっこよく締めくくりたかったんですが、もう池の半分を泳ぎ切ってしまいました。おっと、このまま泳いで到着してしまうんでしょうか。あ、ちょっと嫌な予感がしますね。お、後ろの方からようやく1羽が飛んできました。それに